ついてきて。ディルック様、こちらが今週の帳面です。今度の風災、やはり影響が大きい。早く収まるといいですね。オーナー、人が少ないところないかな。2階なら人は少ないが。しかし、君は吟遊詩人だろ。賑わっている場所の方が。演奏はまた今度やらせてもらうよ。先に2階に行くね。また後で。彼らを見張ってくれ。あの詩人は怪しい。誰にですか？モンドの警備。あ、ディルック様、泥棒を見かけます。何があったんだ？ディルック様はご存知ないのですか？ほう。ええ、天空のライアー。金にならないものを盗むバカがいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ。おお、まあ話がそれたな。かしこまりました。ディルック様、ありがとうございます。今日はどれにしようかな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。そろそろ僕の質問に答え。まずは飲ませてよ。ちゃんと払うからさ。金の問題ではない。それに。それなら安心して。僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだん。この人。こちらはディルック、酒場のオーナーの。彼は有名人だよ。ちなみに僕は彼のワイン、いつもはグラス売りでしか買えないけどね。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、天空のライアーを盗む度胸は気に入った。君たちがバカだとしてもかなり。盗んでない。真犯人は他にいるぞ。こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの秘宝を盗むなんて。スーパールーキー。君はあの吟遊詩人と仲がいいのか。ふん。旅人の君が、君のような人材が騎士団に入る。セピロス騎士団は外交面もファドゥイに対して。いい、この話はしたくない。リルックはセピロス騎士団。目指す道が違うだけだ。モンドに対して僕は僕なりの期待を。それで質問に答えてもらおう。本当に知りたいの？騎士団関連のトラ。トラブルは怖くないさ。じゃあ、状況次第で判断する。じゃあ、演奏。報酬は、ゴモラから天空のライヤー。いいね。もう一曲追加しようか。先ほどの叙事詩は、これは重大。なぜだろうね。うん、どうかな。面白い。少し時間をくれ。情報をまとめよう。異邦人、君は騎士。指名手配には金髪としか書かれていないから、衛兵は君のところに来ないはず。しかし吟遊詩人。それなら問題ないさ。では夜、酒場の営業が終わった後、ここで合流しよう。
Ferre. Das war doch. なんだね、君は先に言っておくと、僕が今回それからこちらはただのジンだ。栄誉騎士の君でも意外だ。天空のライアーの話は、ではディルックが言ったようにライアーの音。そうだよ、今この栄誉騎士は風魔り。さすが騎士団のスーパールー。違法なこともやらかしそうに神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも。だが問題ない、詩人にもう一度。信じるさ。頑固な団長様を説得。四風守護の東風の竜トワリン、数百年前のモンドを守る戦争で目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食。でもこれは代理団長の立場としてはファデュインの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。フそういうところも騎士団の。ただこの正体のわからない異邦人を、うん、先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。触れちゃいけない過去があるみたいだ。とにかく天空のライアーについて。何事もないように話題を変えた。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の氷の神が率いるファデュイは風神がの、うん、そうだ、もし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にする。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはすでにそいつらから情報を聞き出した。ディルクが手に入れた情報によると、ファドゥイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした秘宝を半ば。わかるわかる、大ごとになったら七国同士の。異邦人、出発の準備はできているか。さっきジンが言ってたよね、ファデュイの目的は。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？えいい、これ以上は聞かないでおこう。さあこれを。なんだこれ？正体を隠すための変装だ。ファデュイに見つかる前に被るといい。何せファデュイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。
Un minuto y la llave ahí o qué?仕上がれ。こいつはどうだ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。痛い。
その辺の見張りが全員倒されたもんだからアビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空のライヤー秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかくかなりのビビリだな。あとはモンドには俺らのファッシニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。さっきさシニューラって言ってたよな。変わった名前だな。ファデュイにいる11人の執行官その8人目がシニューラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。お前ら何何しに来た。怪しい。おでどうやって、いいだろう乗った。門番の判断で。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。何者だ。他の門番は何？別に怖くないぞ。先遣隊のデッドエージェントが いいだろう。門番の鍵はこれだ。このまま進めばわかるはずだ。
いてきた。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として。怖そうなこと言って結局逃げていったな。お帰りなさい、僕のファンたち。あ、それは天空のライヤー。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それをつく。うん、確かに本物の風神。みんなが見た通り、千年の時を経てリルックの酒場で歌うくらいならできなくはない。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君、ディルックの旦那、おい、天空のライヤーを手に入れたのは、とにかくトワリンと。でも問題はライヤーじゃなくて君の出番だよ、異邦人。安心して、風元素の濃度がこの弦には、ま、君はトワリンの涙の結晶を。よし、それを天空のライヤーの上に落とし、なんだかどんどん。団長も一緒にか。天空のライヤーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげでなんとか天けど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。今でもトワリンは泣いてる、苦しみを抱えて。人トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私、涙の結晶を入手したらまた栄誉。うん、いいね、この曲でみんなを。おい、お前サボって口だけ出すつもりか。弦を弾くのには手もムカつく。よし、決めた。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の。